皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は何をするの？今回は、一時関数の裏技をやろうと思うぜ。お、裏技ね。ワクワク。でも裏技って言っても、面倒な式を覚えなきゃいけないんでしょ。まあ、そうなんだよな。3段階ぐらいでやることを真ん中すっ飛ばしていっぺんにやってるから、どうしても、意味不明な式を覚えることになるな。中学生なら、紙20回ぐらい書けば覚えてしまうでしょうけど、そんなこと言ってても動画にならないから、とりあえず、始めましょうか。まずは、問題1。2点、1、2、5、-6 を通る直線の式を求めよ。おお、典型的なやつね。教科書に必ず載ってるやつ。そうだぜ。教科書だとこんな風にやるぜ。直線の一般式は、y イコール ax プラス b と置けるから、この式に、xy イコール1に5、-6 を代入すると、a と b の式が2つできるから、これを連立方程式として解くぜ。連立方程式かー。解くのだるいよね。解いてみると、こんな感じだぜ。a と b が求まるから、直線の式は、y イコール -2x プラス4だぜ。難しい問題じゃないけど、なんかだるいよね。そうだな。まあ、だけど、これには裏技てのがあって、2点 x1、y1、x2、y2 を通る直線の式は、こんな裏技というか公式があるぜ。結構、面倒な式ね。ちなみに、この式は x1 と x2 が違うってことが前提だぜ。連立方程式解くのもだるいけど、この式暗記するのもだるいよね。そうだぜ。同じような文字が並んでる式を、なんで覚えなきゃならないんだよな。連立方程式解けば求まるんだから、うぷ主はこんな公式覚えなかったぜ。その代わり、こうやったぜ。これって、実は公式じゃん。まあ、そうなんだけどね。あんな公式バカチョンで覚えるよりは、全然マシだぜ。まあ、そうなんでしょうけど。文字だとピンとこないから、さっきの問題をこの方法でやってみるぜ。なんか機械的な作業ね。やってることは、分数と文字式の計算だな。それを変形していくだけ。最後は、お好みで y イコールの形にするだけだ。確かにスッキリしたやり方だよね。x 軸に平行な直線をやってみるぜ。ほいよ。2点1、3、5、3を通る場合は、さっきと同じように分数を書いてみてと。分母が0になるよね。まあ、分母が0になっちゃいけないんだけど、このままたすきがけしてみても、直線の式はちゃんと出るぜ。数学的におかしいというのなら、初めから分子と分母を逆に書いていけばいいだけだ。もちろん答えは同じだぜ。そうね。単に答えを出すっていうのなら、ありね。ところで、裏技の紹介で終わってもいいんだけど、せっかくだから、なぜこれでいいのかを話すぜ。ほいよ。やってる式にもちゃんと意味があるのよね。この分数って、分母が y の変化量で分子が x の変化量だから、これで傾きの逆数を計算していることになるな。一次関数って傾きが一定だから、x、y という点から12という点までの傾きも、2点12から5、-6 への傾きと同じだぜ。っていうことを式に書いただけだぜ。ふむふむ。三角形の相似でも証明ができるな。2点を A と B で直線上の点 XY を P として、さらに、図のように C と D を定めると、三角形 ABC と三角形 APD は相似になるぜ。三角形の辺の長さは座標からこんな感じに求まるから、比例式を立てれば、こんな式になるぜ。これをどんどん計算していけば、公式の式になるのよね。そうだぜ。さて、次行ってみよう。問題に、傾きがマイナス2で46を通る直線の式を求めよ。
傾きがマイナス2だから、これも y イコールマイナス 2x プラス b と置くよね。そうだな。b を求めればこんな感じね。さっきの裏技で書いてみると、こうなるぜ。分子に x を書いてるから、右辺は傾きの逆数だぜ。逆数が気持ち悪いって言うなら、初めから x を分母側に書けばいいのよね。まあ、この辺はお好みだな。やりやすい方で、やってくれればいいぜ。分数の式を書いてしまえば、あとは計算するだけ。答え派は y イコールマイナス 2x プラス14ね。まあ、公式というか裏技の式を丸暗記で、数字を入れてくだけでもいいけど、ある程度意味を知っていれば、がむしゃらに覚える必要もないんだよな。そんなところで、今回の動画をお開きにするぜ。この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録をお願いします。それを励みにして、うぷ主は動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。